俺のことを見ているのか。NPC だったよな。メッセージ。多少の無茶も見事な連携でカバーってね。お疲れ様みんな。は本当に大変でした。でもリズの言う通り、昨日そりゃ長い付き合いだもの。でも本当にこのゲームは SAO にそっくりだね。 SAO ソードアートオンライン、通称 SAO。 それは新世代ゲームハード、ナーブギア期待のソフトだった。ナーブギアは脳に直接信号を送ることができる。プレイヤーはあたかも自分がゲームの中に入り込むような体験をする。フルダイブと呼ばれるその技術と MMORPG というゲームジャンルの融合。 SAO は VRMMORPG の記念すべき第一弾として、開発者の茅場明彦はマスコミに対し、これはゲームであっても、そして正式サービス開始の当日、茅場はこのゲームからの離脱機能を排除し、プレイヤーの自発的なログアウトを不可能とした。さらにゲーム中に HP がゼロになると、ナーブギアから強力な電子パルスが脳、プレイヤーは本当の死を迎えて、デスゲームと化した仮想空間から出る方法、それは100の階層から構成されるゲームに閉じ込められた1万人のゲームプレイヤー。そのプレイヤーたちは仮想空間を現実として捉え、生活し戦い、最終ステージである100層にて茅場が扮していたヒースクリフを打ち倒した。こうしてプレイヤーだけでなく日本中を巻き込んだ事件は多くの犠牲を払い、でもここは SAO じゃない。今日からベータテストが始まった新作ゲーム。 SAO では空に浮かぶ巨大なフィールドがゲームの舞台。ああ、どこまでも広がる大地、この世界でどんなことが待ち受けているのか、みんなで楽しんでいこう。早く遊び尽くしたくてうずうず。まったく、根っからのゲーマーなんだから。そういえばこの後街で他の皆さんと待ち、そろそろ時間なんじゃないですか。おっと、確かにそうだな。よし、帰るまでに。あとリズさんもすごい。まあまあ。あ、待ってくださいよ。私たちも行こう。ああ着。ここに戻ってくるまでに寄り道したい場所がいくつかあったけど我慢したか。うん、偉い偉い。アスナ、 SAO で幾度も行動を共にしたフェンサーで
最強ギルドであるギルドで起きた問題により、俺は命の危険にさらされるも、そのシステム上での結婚を果たし、俺たちの関係は SAO をクリアした今でも甘いわよ。待ち合わせの場所に行くまでにまだ魅力的な場所がいっぱい。確かに、いろんなショップを覗いてみたくなるかも。そうでしょ、ちゃんと我慢しなさいよ。リズベット、 SAO では鍛冶屋として店を構えていて、俺をいわゆるムードメーカーで冗談を言うことも多いけど、鍛冶にかける思いは真剣で。これだけ大きな町ですとはぐれちゃったら大変ですよね。町並みに目を奪われて皆さんを見失わ…シリカ、 SAO でモンスターに襲われていた彼女を助けたのが SAO では珍しいビーストテイマーで、連れ添っているフェザーリドラのピナは彼女のかけがえのない大使。そのピナが一度命を落としてしまい、彼女と共にピナを救い出したことがきっかけ。それでは待ち合わせの場所に向かいましょうか。ああ、行こう。お、来た来た。ヤッホーみんな。悪い、二人とも。ちょっと大丈夫だ、俺とリーファッチも今来たところだからよ。クライン、 SAO で一番最初に知り合ったやつで、一言で言うとお調子も。でも風林火山というギルドでリーダーとして仲間を引っ張るなど、実際は真の党。それよりそっちは早速フィールドで遊んできたのか。ああ、お先にバトルを味わってきたよ。俺様も早くバトりたいぜ。そのためにダッシュで仕事を片付けてきたんだからな。私も早くゲームを始めるためにご飯の支度、簡単なもので済ます。というわけで今日のお夕飯はあまり期待しないでね。えいえい。リーファ、俺の妹で本名はスグハという。実際はいとこで、訳あって俺はスグハの実母に育て、小さい頃から続けている剣道で全国レベルになるなど努力家なところがあり、俺より。くー、リーファッチの手料理を食べられるなんてこの幸せ者。いや、妹だから。そんでもってゲームの中では恋人のアスナさんの料理を食うんだろ。なんでお前ばっかいい思いすんだよ。あのな、もう茶化すの禁止。でもよく考えると始めたばかりのゲームだから料理スキルも当然初期状態なんだよね。大丈夫、作るのに失敗した料理だってこいつは愛の力。じゃあ料理スキルを頑張ってあげるから食べるのを手伝ってくれる？ああもちろん。誰かのために思いを込めて料理した方がきっとスキルが上がるのも早くなると思うしね。アスナ、急に二人の世界へ行かないでもらえますか？行ってないよ、全然行ってない。なにやってんだかこの子。お、いたいた。よう、みんな、ここでも賑やかにやってるみてえだな。おお、エギル、今日は来られない。エギル、 SAO では初期から共に戦ってきた戦友で、彼が商売としていたアイテム買取屋には何度も足を運んだ。現実世界では奥さんと二人で喫茶店兼バーを営んでいて、俺たちもたまり場として使わせてもらって。嫁さんが気を使ってくれたな。先に仕事を上がってきたんだ。ダイシーカフェのお仕事ですよね。ああ、でも早引けする代わりにお前たちにしっかり店の宣伝をしてこいってさ。じゃあ近いうちケーキを食べに行きます。ご来店お待ちしてるぜ。エギルが来れたのは意外だったけど今日。うん、そうだね。それじゃみんな集まったところで。よし、ガンガンモンスターを倒しまくってやんぞ。私も遅れを取らないように頑張りますよ。私は町のショップを見て回りたいかも。早速装備の見直しか。そうじゃなくて、この町って SAO の始まりの町のまんまでしょ。なんていうか、当
時のことをいろ鍛冶屋になるために走り回ったこととか、まるで昨日のようだわ。初めて自分のお店を持って、胸を張って進められる武器を作り上げて、その武器をどっかの誰かにへし折られて。ほんと SAO ではリズベット武具店のお世話になっ、ごまかしたわね。さあ立ち話もいいけど、ゲームなんだからやっぱ遊ばなくちゃな。街を回るもよし、オリジンの世界を隅々まで楽しむ。あの芝生の上で寝転んだら気持ちよさそうだな。君ってどこでも寝ているイメージがあるよね。なんかそれってひどくけど君のそんな姿を見るのって、時々ここで一緒に日向ぼっこしながら休もっか。まあけどアスナって寝たら起きないからな。それって SAO の時、普段はあんな風に寝続けたりしないんだからね。わかってるって冗談だよ。もう、ゲームの攻略にはきっと不要なんだろうけど、カフェとかがあるのっていい。普通の MMO は会話するにしても街やフィールドに突っ立って、まあそれが MMO らしさだっていう気もするけど。もうそういうことじゃないよ。ん？こういう場所があればちょっとした時間でも君とデートできるなってこと。ああ、たし顔が赤いですぞ。そういうアスラだって。あ、どんなデートスポットがあるか見ても。ああ、おい、待て。やっぱりショッピングエリアだけあって、ここは賑やかだね。
武器屋に防具屋、プレイヤーだったら一度適当に歩いてどんな店が並んで、やっぱ RPG といえば武器が大事だよな。まずはお使い系クエストで資金を貯めて武器を数ランク上げてから戦い、俺も SAO の時はまず強い武器を手に入れることから始めたからな。じゃあお店を覗いてみましょうか。ああ、いらっしゃい。武器を見せてもらいますね。どうぞご覧になってください。再建。お客さん、それな他にも何かあればお申し付けください。はい、ありがとうございます。どれどれ、あ、見たことのあるラインだ。やっぱ SAO のデータを移植しているからだろうね。どうしたの。あ、いや、店員の子が気になって。気になる？ちょっと、それってどういう意味？違う、そういうことじゃなくて、なんていうか、アースナとのやり取りが自然だったと思ってさ。 NPC ってあまり会話のパターンが豊富じゃないだろ。言われてみれば、特に意識せず普通に話をしてたかも。NPC が SAO の時より進化。そうかもしれないな。さあ、それよりも他のお店もいろいろ。でもそこから先へ踏み出したことでみんなと出会うこともできた。先へ踏み出す、はあ、オリジンではどんな楽しいことが起きるか体感していこうぜ。これはこれは商売のネタになりそうなご一行様を発見だ。街の中を観光か？お、アルゴ。SAO の時から情報屋として有名で、売れる情報は何でも売る姿勢はある意味恐れられていた。しかし彼女の情報によって俺を含めた多くのプレイヤーが助けられたことは間違いない。アルゴさん、来てくれたんですね。結局このゲームをやるかどうか答えを聞けないままだったからな。いろんな MMO に手を広げすぎると情報収集の質が落ちるから悩んでいたんだけどな。けどどうしてもお姉さんと一緒にいたいって誘ってくるから仕方なくな。しれっと適当なこと言うなってとはいえ来てくれて嬉しいよ。情報やアルゴがいるといないとじゃゲームの難易度が大きく変わってくるからな。
このゲームでもよろしくお願いします。なんかすごい歓迎ムードだな。照れるじゃないか。それはさておき、何をしているところだ？街のいろんなところを見つつ、そろそろフィールドに出ようかなってところだよ。それなら俺っちがクエストの情報を教えてやるから、やってみたらどうだ？もうクエストの情報を集めているんですか？ゲーム開始から数時間が経過しているんだから驚く。数時間しか経過していないですよ。この商売に速さは、今回は回転サービスとして情報量はタダにしておくよ。そういうことならお言葉。うん、ありがとう。アルゴさん、これくらいどうってことないって。情報提供はいつでも受け付けているから、何か面白い任せてください。連携いくよ。やった。
くよ。
いいぞ。どうかした？それじゃあみんな乾杯。いただきますリズ。でも任せなさい。なんたってあたしがまさかいきなり恋愛アイテムを引き当てるとは。恋愛って言ってもゲーム開始だったらサクッと売っちゃって。リズかっこいい。なんだよリーファご機嫌そうだなリーファッチ。こうしてみんなと一緒にゲームを始められたのがなんだ。私 SAO は後からログインしたし。リーファーゲームに無縁だと思ってたのに、まさか最新ゲームの ALO だから続けられたんだと思う。空を飛び回るの楽しいし。それはわかるよ、あの飛ぶ感覚。アルブヘイムオンライン、通称 ALOSAO 事件によりフルダイブ技術に批判が集まる中、それでも衰えないニーズ、安全を謳うナーブギアの後継機アミスフィアの普及によりエールを妖精の姿となり自由に空を飛び回れる、そのゲームに俺たちはすぐに魅了。そんなゲームにある一人の少女がログインする。幼いながらに天才と称された七色アルシャービン博士。 ALO 内での名前はセブンは現実と仮想世界の両方でフルダイブ技術への可能性を。その行為は幼さゆえの強引さを見せることもあったが、彼女今回は晴れて足並みを揃えて。はい、一緒に始めるってこんな感じなん。なんかこれからみんなで頑張るぞって雰囲気でいいですね。このゲームではみんな同じ立場で苦楽を共に。あ、酔っ払いみたいだな。ん、外部からメッセージだ。添付ファイル、これってどうかしましたか。ああ、シリカにとっても朗報。え、よし。プログラムであるユイたちをこのゲームに展開できないかいろいろ探っていたんだよ。けどまさかこんなに早く会えるとは思う。ピーナピーナ、このゲームでも。よかったなシリカ。はい、まさかピーナに会えるとも。パパママ一緒にいることができて。ユイ、SAO のシステムプログラムとして作り出された AI で、不具合が起きていたところを俺と。元はプレイヤーの精神状態を監視する MHCP という存在だが、俺もユイとここで。私もだよユイちゃん。ああ、ユイは俺とアスナの大事。ここでもパパやママと。私もこっちでみんなと会えてすっごく。ストレア、ユイと同じく MHCP で SAO の不具合により覚醒し、見た目のギャップはあるがユイ曰く妹分らしく天真爛漫な。そのストレアやピナも欠かすこと。 AI である私たちをそんな風に思ってくれてありがとう。だが抱きつこうとするなって。喜びを表現しているだけなん。ストレア、パパを困らせたら。さすがお姉さんだな。見た目は逆に見えても私の方が年上ですから。ブーブー、そんなに
め心配しなくても大丈夫なのに。じゃあゆいちゃんたちも揃ったところで、私のおごりだから好きなもの頼んじゃっていいからね。わあ、ありがとう。リスベットさん、なんだか実はね、だからそれを売ったお金で。こそうなんですか。なんといえー、っとね、白煙の、まあ今の段階では、0.。これで作られる武器は特殊効果がつくので、長先に進んだとしても手に、それを、そ、だ、確かリ、私のバカバカ。ほらリズさん、レア武器なんか持たずにみんな同じと。ここはおごりじゃなくて自分、それがいいかもしれない。それじゃあ私もログアウトします。続きは今度。ああ、ま、じゃあね。リズ、あ、そのバカね、平気よ。貴重な武器の1本や2本自分で。じゃあまたね。リズがたくましい子でよかった。俺だったら数週間は引きずってるよ。それにしても、そう、データを移植しているから、この町やフィールドはあの時と同じ。君やみんながそばに。そうだな、俺たちはみんなと揃って。うん、それじゃあ私も落ちるね。これから一歩もちろん。はあ、さてと、一人になったけどどうしたものか。ログアウト前に一回くらいクエストを回してから。ん？ NPC？